ですから何か車椅子テニスを始めてから人生がこう周りから見るとね、劇的にこう変わってるような印象を受けるんですよ、ね、はい、本当に劇的に変わりました、ね、うん、まあ、パラリンピックを目指せと、まあ、社長に、今勤めている社長に、うん、言っていただいて、うん、まあ、残り1年しかないという期間だったので、うん、迷うことも逆にできなかったというのが、うん、迷うこともね、はい、大きかったんじゃないかな。もうやるしかないよね、うん、行くしかない、もう大会にも行くしかないし、はい、まあちょっと人見知りで内気な性格だったんですけども、うん、大会もどんな大会があるのか、うん、年間に、毎週大会は世界中のどこかで開催されていますので、うん、まず大会のグレードがどんなものがあるのか、うん、サーフェスがどんなものがあるのか、うん、世界にはどんな選手がいるのか、うん、もうこれを、ちょっと調べて、うんうんうん、もう行くだけ行って、うんうん、ランキングが自分はもうある程度どこまで、うんうん、半年できっとこのぐらいのランキングになって、ロンドンまでにはこのランキングになってっていうのを計算、うんうん、もうダメでもいいから計算して、うんうん、もう行くっていう形で、うんうん、英語も全然最初、うん、イエスのサンキュー、うん、イエスのサンキューだけで行ったんですけど、はい、やっぱり海外に行って言葉の壁っていうのが一番大きくあって、で一番最初に行った大会がオーストラリアだったんですけども、大会側が送迎してくれるという話で行ったんですが、送迎に来てなくてですね、最初空港で2時間待ったんですけども、このままじゃダメだと思って日本人空港内で探して、大会に旅行を持ってたので、僕はここに行きたいんですけど、はい、行きたいんですけどって言って、でそのまあ英語を喋れる日本人を探して、ホテルまでアポを取ってもらって、でホテルに行ったりとかして、そういったところでこう自分がアクティブに変われたきっかけっていうのが一番最初のオーストラリアの大会、そこからはもう何でも恥ずかしいと思わずにですね、何でもアクティブに行動していくっていう、ある意味性格までじゃ変わったと。そうですね、まあ、車椅子テニスはそういった、まあ、個人競技で、個人でランキングを上げていってっていうものですけれども、はい、先ほどもちょっとおっしゃってた日の丸を背負うという意味ではパラリンピックもそうですし、はい、あの国別対抗が来年、あ、はい、日本でありますけれども、はい、そういったものにもやっぱり思いはありますか。うん、そうですね、あの日の丸を背負うのっていうのは、まあ、パラリンピックかこのワールドチームカップっていう2つだけなので、車椅子テニスは、はい、あ、2つだけなんですね。そうですね、パラリンピック、アジアパラリンピックと、あ、そうか、アジア3つですかね、うん、はい、なのでやっぱり名誉があることなので、まあ、来年の東京なんかは絶対に出たいですね、うん、私は2011年からチームカップっていうのは今のところ全部出てるんですけども、うん、まだ一度も優勝を味わったことがないので、そうでした、ね、はい、ぜひ来年の東京で、日本が世界の一番、まあ、団体としてですね、はい、なれたらなと思ってますね、まあ、リオパラリンピックのみならず東京もありますからね。そうですね、自分の目標としては何年ぐらいまでは現役続けたいってのはあるんですか。まあ、体が許す限りはテニスやっていきたいですし、もちろん東京オリンピックは本当にあのロンドンで味わったあの感動っていうのはすごく印象的だったので、あれを東京に持ってこれたらとてもまあ、幸せだなと、うん、はい、もちろん出たいですし、うん、もし出場できなかったとしても東京は見に行きたいですね、はい、うん、今、まあ、じゃあ東京も自分の視野に入っているということで。そうですね、はい、うん、まあ、それのためには、うん、リオでまず、うん、あの現実問題しっかり成績を残して自分がまだまだやれるっていうのを、まあスポンサーなり、まあ、これから増えていくこう車椅子テニスのファンたちに伝えていかなきゃいけないのは、まずリオの結果かなと思いますね、はい、まあ、本当にまだまだね、はい、伸びしろ部分が
ありますから、はい、ありがとうございます。活躍を楽しみにしたいと思います。はい、楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。